って歩くんです。でそういう子っていうのは最初嫌がるんで暴れるんですが、おっかさんっていうのは絶対ロック外さないんです。で自分に対してちゃんと暴れるついてくるようになったら、お母さんがこの首のロックを外さず、この腰に手をかけ揺さぶってコローンって転がします。でそういう子っていうのは絶対嫌がって起きるので、喉元かさえるのは必ずロックします。ロックしたらロックしてここに体重かけて、とにかく寝っ転がりなさいってお母さんには教えます。よしよし、で嫌なので暴れるのですが、起こさないようにだけロックします。でやることは結構簡単で、あんな感じですね。で、ラムネちゃんのすごいいいところは、転がって分かるんですよ。このラブラドールって結構意外と自意識強いんで、基本的にこういうのあまり好きじゃないんです。でさっき首元少しハニ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 ってちょっと軽く押さえてたからすぐ転がったんですけど、体を任せるの本来あまり好きではないんですね、この子たち。ラムネちゃんはこの、分かります、手足の力少し抜けてるのが。よしよしね、ほっとこのちゃん、あたしいいやつ。で犬が嫌がったところでやめてしまうと、嫌だったっていう気持ちだけ残るので、ああいう風に本来はリラックスするまでそっとこうキープして優しくなってたんです。で犬はどうしても自由になれないっていうか、その反発しても逃してもらえないと思うと、スッと体の力抜いて他人にちょっと体を任すことを覚えるので、わかりますね、ちょっと抜いたの。おしまい。じゃあまずやりますか。はい、よし。